心の人なんですよ。すごく心ある、まあ風貌はいかついですけど、周りが見えててこんな人いてくれたらいいなみたいな、人間性がしっかりしてるヤンキーですね。はい。まあもう毎度現場に行ってメイクされてるのを隣で見て、出来上がったらうおマイキーって思ってたんで、まあもうまんまマイキーだったんで、なんか俺もちゃんとドラケンかなみたいな、すごいそれ思ったんで。でもなんかクランクアップのコメントがなんか山田君とできてよかったみたいなこと言ってくれてたみたいで、いやそれはもうこちらも本当にそうだし、俺現場でお芝居の話とかそう交わしたわけではないけど、自然とセリフ合わせてたり、自然といいセッションをしてたり、安心感がすごくありました。もう助かりました。ありがたいですね。10年前ですか。別にやり直したいと思うことはあんまないかもしれないですね。10年前20歳か。その時はがむしゃらだったんで、もうなんかもうそれに後悔はないし、やり直したいこと、あでもじゃあ20歳になった時の初めてこう缶ビールを自分で開ける瞬間みたいなのはもう一回味わいたいなって思う。多分そっから先結構飲みすぎて失敗も多いから気をつけろよって言いたいっすね。え？やばくないですかこれ。俺のこと好きって書いてある。俺もこれ言っていいのかな、リオにまだ僕のこと好きって言ったんですけど、あそれ知ってて、なんだびっくりした、知らずにこれ同じやつ書いたんかと思った。なんかすごい気持ち悪いですね。いやいや好き好きよ好きよ、そりゃなんだよこれ。質問って言われて最近どうなのとか元気とかも違うし、なんか忙しいのとかも違うし、何聞きゃいいんだろうって迷って、自分もお酒飲んでんのとか、なんかあんまね家で飲んでんのとかも別に、なんかそれぐらいの会話しかしないんですよ普段。だからもうシンプルにこれでしょうね。あんま好きです、ありがとう。